優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ちょうどパルクフェルメ戻ってきた時にもううわーってなってらっしゃいましたけど、その時はどんな感想というか、はい、気持ちでしたか？いや本当、このテストから決勝チェッカーを受けるまでのこの苦労というか、自分の苦労もダンロップさんもチームも全て含めると本当に厳しいレースの中勝てたっていうのは本当に自分のおかげじゃなくて、もうみんなのおかげで勝ち取ったっていうのがすごい戻ってきた時に感情に出ちゃいましたね。なんか小野選手結構こう簡単に勝てそうなレースはもうそういうふうに勝っていくし、そうじゃないレースは激戦で勝っていくって感じなんですけど、私の個人的な印象だとかなりフルフルに力を使い切って勝ったレースかなと思います。そうですね、去年から見ても自分がレースの主導権を握って、去年の後半戦なんかここもぶっちぎりでチャンピオンを決めたコースでもあったんですけど、今年上原選手と木内選手が非常に力をつけてきて、そう簡単なレースじゃないっていう、そういった意味でも本当に自分の今持てる力を全て出し切って全てうまくまとまってこの勝利につながったと思います。あと2戦また激戦が続くと思いますが、応援しているファンの皆さんにメッセージください。はい、あと鈴鹿岡山で今シーズン終わりますけども、まだポイントリーダーとして岡山鈴鹿に入りますけども、しっかりまた2戦とも強いレース優勝して今シーズンもチャンピオン決めれるように頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。2位表彰台おめでとうございます。ありがとうございます。ただちょっと木内選手としては悔しい2位かなというふうに思いますが、どういうふうに評価してますか？そうですね、すごい悔しい気持ちはいっぱいあるんですけども、世界で戦っている小野選手と、最後の最後までバトルできてすごいいい経験にもなりましたし、そうですね、2位っていうのはもちろん悔しいですし、次戦はもちろんリベンジするつもりですけど、今回の一戦で自分的にはすごい成長できたレースかなと思ってます。記者会見の中で何度も仕掛けられたっていうふうにおっしゃってましたけども、それはご自身の中で成長だし、あと2戦に向けてはいい、こうなんていうかな、勝手というかヒントになったのかなと思います。そうですね、今回は自分のバイクもすごい早く作ってくださって、仕掛けるのも楽というか、いろんなところで仕掛けられたんで、そういうところでもそうですね、チームとしても成長できたし、自分としてもすごい成長を感じられたかなと思います。まだチャンピオンシップ、もちろんチャンピオン残ってます。あと2戦ありますので、ぜひファンの皆さんにメッセージください。最後まで諦めずに頑張りますので応援よろしくお願いします。アクシデントがある中、最後尾から3位表彰台です。おめでとうございます。ありがとうございます。ただちょっとテンション下がってますか？そんなことないですか？ちょっとテンションは下がってます。ただ追い上げは素晴らしかったです。ありがとうございます。ただ、表彰台に上がれたのはまずは、チャンピオンシップ考えて、まずはノーポイントと、それが、表彰台獲得できたっていうのは大きかったんですけど、やっぱりこの自分の今のペースがあって、最初に行ったトラブルがなかったらっていうふうに考えてしまうと、やっぱちょっと悔しい。あとは2人に追いついた後のレース展開、自分が少し力が足りなかった部分があって負けてしまったので、そこは残り2戦しっかり考えて修正して、2人の前でチェッカーを受けられるようにしたいなっていうふうには思ってます。でもライダーの実力と、あとはタイヤもしっかり持ってくる、信頼してもファステストも何度も出していらっしゃったと思います。そういう意味では、残りの2戦チャンピオンシップ考えたらいい形でいけそうですね。そうですね、そのタイヤの信頼とマシンの信頼っていうのは、かなりあったので、やっぱり2人が前でバトルしてて、バイクの挙動とかも少し後半は見れてたので、僕自身は1人でしっかり信頼してタイヤもマシンも走り切ろうと思った形で、走れたんで、残り2戦もしっかりチェッカー受けて、チャンピオン争いしたいと思ってます。